金中だか。やっぱりこういう経験できてとっても良かったなっていうのはありますね、うん、今までそういうイベントとかって、まあ、やってたんですけどこんなになんていうのかな密にできたのは久々なんで良かったと思います。ゆかさんは番組の中ではお兄ちゃんの弟隣弟です。もともとこの方はゆうたに誘われて入ってたんで今日まさか同じバンドになるとは若い頃思いませんでしたね。兄弟だからぶっちゃけてここに遠回しやるって直接言うじゃないですか。そういうのはまあコミュニケーションはスムーズじゃないですかね。結構こういう細かいんですよね弟は。兄弟だからいい感じだろうって言うけど結局やっぱりこういう芸事っていうのはやっぱり練習しなきゃダメだからとか血とかそれ関係ないからあんまり。皆さんよろしくお願いします。だから結構レコーディングの方も最初にリズム隊だけで2人で入るんですよね、リハとか。でそれで風に固めて、でそれからやるかなと。であと全員になるみたいな。で事前にだから2人で入ってやるみたいな、そういうパターン多いですよね。他のバンドの人の中に聞くとリズム隊だけでリア入るってのは結構珍しいみたいで、やっぱり入るんだったら全員で入って合ってるみたいな。一番メンバーの中で長い付き合いっていうか、ヒデとはでも高校入学した時からですかね。変わってないですね。見かけは変わりましたけどね。見かけはだいぶ挑発になりましたけどね。毎日毎日ピコ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 。意味あんのかな。自分が安定するようにやってるんですよね。みんなが混ぜたらみんな違うリズムがあるんだけどっていう。なるべくなんかそのあれじゃないですか、日にちによって CD で聴いても、あれ酒飲んでるからテンポ早いなこの CD とか、そういうのなるべくないようにしようと思って、大体そうやって他のツアーでもメニューがあって、それで曲の順番でやったりすると急にテンポが全然遅くなったりとかするから、そういうのも練習になったりとか。ゆうたは相変わらずゆうたで全然変わんないですね。まあ子供っぽいのはみんな子供っぽいんですけど、その中でもかなり子供っぽい。シートたかし、シートたかし。誰からもこう親しまれると言いますか、気を使いますよね。あんな感じです。あのバカさ加減です。名古屋、そうだ、清原くんと初めて喋って、あんなにいい人なんだなと思わなかったっていう。よろしくお願いします。今回のトリビュートに参加していただいて、その対談みたいなものも一緒にさせてもらったりとか、あまりその回数そんなにあってはいないんですけど、なんかこうやっぱり親近感感じますね。
あ、すごいとこ、すごいとこでしたね。な、す、何かな、そういうところ。え？千葉、何すごいところ。真面目なところ。それ。真面目なところです。真面目なところはありますよね。そう、不真面目と真面目の振り幅がすごいですね。ベイビー名古屋ベイビー名古屋ベイビー I want youも時期的に本当そのまあアルバムの曲新しいアルバムの曲も出せたし、モンタージュもそうですね。やっぱりなんかロックっぽいっていうかバンドサウンドって感じがすごいするんで、うん、結構いいですよね。全体的に見てなんか本当にいいタイミングでできたなっていう、自分たちのそのモチベーションもうまい、次のツアーに行ける感じだし、なんかその見に来てくれてる人も、うん、なんていうんですかね、その少しそのサービスっぽい曲とかもいっぱいあったから、うん、よかったと思いますけど。お疲れ様でした。